今度は2011年復元という話をしていきたいと思いますもう1回復元をしたということですね、えー、まああの私は修士課程の時にこの復元石器を1回目をやってまあ、その縁もあって修士論文は保証時の研究をしましたで1回目の復元は自分が研究したというよりは先人たちですねこれまでの研究成果を勉強してどこまでわかったかということを踏まえて復元石器をしたわけですけども 今度は自分自分身が保障時の研究をやったわけですでそうするといくつかいろんなことが分かってきましてそのうちの一つをここで紹介したいと思います。えー、原暦2年1185年ですけれども京都は大地震に襲われます。もうこれは本当に大きな地震で、えー、余震の記録が何ヶ月も貴族の日記に続くというようなそういう大地震だったんですね。でそういう中で塔はこの塔どうなったか倒れなかったのか 気になななるとこんんですが倒れないんですすが倒れいね、えー、本当に面白いことに、えー、かつてあの私「あの五次の塔はなぜ倒れないか」っていう本を少し書かせてもらう機会がありましてその時に何を書こうかなと思いまして、えー、古い記録を見ていくのが私の歴史学の専門といいますか分野なので過去の地震の記録を見ていって塔が倒れたかどうか探してみようと思ったんですよ。 で一生懸命古い時代から地震の記録を見ていって塔が倒れたかどうか探していったんですがまああの中世ぐらいまでこう探していったんですけど見つからないんですね、えー、地震で倒れない本当に倒れなかったのかどうかちょっとね記録に残ってないだけかもしれないので確かなことは言えないんですがあれから十数年たった今でもいまだに見つけられないんですね。 でこれなんかも京都大地震でいろんな建物いっぱい倒れた記録があるんですが九十の塔のところをちょっと読んでいきます。法相寺九十の塔、えー、重々崩れ落ちるっていうふうにまあ結構被害を受けてるんですね。でどんなふうに崩れてるかっていうとた木を持ってたる以上ですねたるを持って上は皆地に落ちると、えー、要するに屋根が崩れ落ちたっていうようなことなんですね。で,各埋葬ですねのの各層の 柱とか扉とかレンジは相残る。え出てくるんですね、えー。だから建物本体はちゃんと残ってるということなんですねで。復元設計をやっていく上で、この柱のとこもうあれなんですけど、扉とかレンジが各自にあったっていうのは、あ、これ復元設計に使えるなっていう、まあそういった情報にもなるわけですけれども。あと、路盤。 上のこの金具の輪っかがついている部分ですけれどもそれはクリンといいまして9つの輪っかが残ってるあるんですけれども8つは残ってその上が折れちゃったっていうわけですからこれも完全に下からボキッと折れたわけではないちゃんと残っているボロボロになりながらもなんとか耐えた、まあ、そんなところがあります。でそれに対してもう一つの記録を見ていきますと九重塔新柱は倒れずといえども、えー、瓦以下皆、えー、震えて剥が,がれ落ちた。 っていうふうに剥がれるっていうふうに出てくるんですね。ここにお皮落ちたって出てくるんですね。被曝吹きのはずだったのにあれ皮らがということでここで皮ら吹きの可能性が出てくるわけですで。ただ文書の中でもこういう日記の一つの記事だけで皮ら吹きだったというのはまあ断定はできなくてですね。まあこの時は論文で皮ら吹きの可能性があるというような論文を書いたわけですけれどもそれからまあだいぶ時間は経ってしまったんですけれども。 2010年に岡崎の動物園のリニューアル工事をやっていたわけですけれどもその中で八角の後の発掘調査が行われましたでその時に瓦がかなりの数出てきたんですね、えー、そういう瓦の発掘考古学の成果と付き合わせてみると、えー、地震で瓦が落ちたとする木がこれ裏付けられただろうということで瓦吹、えー、説はどうやら正しかったみたいだというふうになってきたわけですね。で おまけに瓦には少しベンガラですけれども赤色の顔料がついていまして塔の色も少し具体的ににイメージでできるるようになっているわけですそれからもう一つこの巨大な塔を建てるときにですねそれを支えるために地盤改良をしていますどういうふうにやるかというとあの弱い土部分の地面の土をごっそり取り出してそこに石とか粘土を突き固めて強い地盤を作るわけですけれどもそういうのを事業というわけですけれども。 まあこれの事業がすごくてですね今まで見たこともないような巨大な石を粘土と一緒に突き固めた事業です、えー、京都の高級な建物っていうのは発掘していくと事業がよくや,やられてるんですけれども大体は拳台ぐらいの石を使うんですがもう本当に5 0センチか7 0センチですかこんな石をガンガン詰め込んでしかも深く掘ってですねやってるちょっと見たこともない高校のたん、ね、やってる人なんかともこれはすごいなっていうような話をした 記憶がありますけれどもそんなのが出てきましたでその直径がだいたい33メートルぐらいあったんですねそうすると木段として今まで木段と言われて残っていた盛り上がりよりもちょっと大きいだいぶ崩れちゃったのかもしれないなということで、えー、もう一回り大きな所住の平面だったかもしれないということが分かってきたわけですで、これ実際発掘したとこなんですけれどもこれ岡崎の動物園ですあの行った方は知ってると思いますけど京都の方は馴染みがあるかもしれない いらしい観覧車ですね、えー、これあのどうも日本で残っている現役で頑張っている観覧車では一番古いものに入るらしくて、えー、これ自体が文化財級の価値があるわけですけれども、まあ、まさにその真下で八角形の,その地盤改良の跡がこういうふうに出てきている。で幻の塔と言われていた、まあ、八角形の塔がですね実際にあったんだということがもう目で見て確かめられた、まあ、そういう瞬間ですね。 で、現場で見ていきますと、こういうふうにですね、これ粘土の間にですね、これ石をこう突き固めて、巨大な石ですけれども、えー、授業をやっている様子がわかります。で、発掘の現場ではですね、こういう瓦がいっぱい出てきているんですね。えー、ですから、えー、瓦吹きだったということがわかってきます。で、ここに、あの、盆地が書いてあるんですけれども、この盆地はですね、大日由来を象徴する、あの、盆地だということがわかっていまして、あの、法�寺の本尊は、 あの密教の仏の中で、まあ、一番中心となる仏は大日なんですけれどもその大日を治めて安置してまして、まあ、そういう仏の世界をこう瓦の、ね、こういうところにも表現しているということになります。でこうなってくるともう私としてはもうちょっと前の復元見直したいな、えー、なんとか新しい復元を考え直したいという気持ちになりましてですねでもう一度やったのが今度の,復あの新しい2011年復元ということになるわけです。 で最初の復元の時の平面はこんな感じなんですね。えー、ここに建物本体の八角形がありまして木腰が回っています。これ付属の屋根ですね。でその中に、えー、もやの柱があってそこに仏趣味壇が構えて仏壇を構えて仏様を暗示します大日如来とか。で中心に塔の要となる新柱がこう通っている。こういう平面を推定していたんですけれどもどうもこの復元をやった時からこの柱の間が大きすぎて不安やなというのを まあ思っていたんですで今度一回り大きいということですのでこれもちょっと見直しましたでこの柱の部分ですけれどもをもう一度書き直しましたこういう形になりましたこの柱間が3メー,ターぐらいだから1 5メー,ターぐらいですね大きくなりましたのでこの間に柱の列が入れられます十分入る。でこれれを入れていきますと構造的に どういうふうに上部の構造をつなげるか水平方向のつなぎですねそれを検証したのがこの図ですですから針とかあと組み物を受ける部材ですねこういうふうにこう組んでいけばちゃんと受けられるんだなっていうのをこう検証したのがこの図になりますけれどもこういう形になりましたここに一列柱が入ってかなり柱の数が増えたわけですこういうふうに柱を増やしますとまあ前最初に設計したときは日和田吹きだと考えていましたので まあ日和田だと軽いのでそんなに重く巨大な塔といっても、えー、そんなにたくさん八角形ですから普通の四角形のトイレはるかに柱の数も多いので大丈夫だろうなんて思っていたんですが今度空吹きになりますとはるかに重くなる、えー、そうなってくると当然のことながら柱は多い方が構造的には有利になりますので、えーまあ、こういう考え方はそういった意味でも合理的だろうということになるわけですで こういう考え方のもとに、えー、改めて復元設計をしたのがこれです。でねあの1994年復元の時はまだ手書きの図面で模型を制作していたわけですけれども時代が変われば研究室のパソコンで CG が作れるようになる、えー、これ研究室で CG を作りました作ってくれたのは私の教え子のあのでして CG 作るのが大好きっていう。 まああの日本建築と CG が大好きっていう学生がまあ卒業してからも頑張って CG 制作をやっているんですけれどもまあこう一緒にこう復元 CG を作ったわけですで河原吹きのイメージっていうのがこういうふうにして浮かび上がってきたということになりますでちょっと比べてみますと最初の復元第一回目の復元の時はこのような姿ですね割と細身でスラッとしたと軽やかな印象の まあどちらかというと優美な塔と言った方がいいのかもしれませんがそういうイメージで設計したんですけれども今度は瓦吹きで、えー、下の平面も大きくなりますからよりまあ安定感のあるどっしりとした、まあ、そういった塔としての復元のイメージが作れたということになります。で、まあ、ちょっと比較してみますと当時の五重塔がこれですね今の5 6、えー56こんな塔がかつては立っていたんじゃないかと。 こんな姿だったんじゃないかということが目に見えるようになってきたということですねちなみに組み物なんかとかのプロポーションを参考にした第5次の50の塔はこれですだからこの建築のプロポーションといいますかイメージを何とか保ちつつ8角形で90の塔を設計したいっていうまあ、そういったところで設計したんですねだいぶこのね同じ50の塔でも印象が違うというのはこれを見比べていただいたらわかるかと思います